竹内康介は、大阪府水田市出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、PF、C。現在は、B リーグ、宇都宮ブレックスに所属している。二卵性創生児の弟として、竹内ジョージがいる。二メートルツインズとして、高校時代から注目され、日本男子バスケ界黄金世代の一ついわゆる、竹内世代としてその名を残す人物。 水田市立東デ寺小学校出身。水田市立西寺中学校に入学すると兄弟、揃ってバスケ部に入部するも、すぐに友達が多く所属していた卓球部に編入部する。卓球では、水田市選抜に選ばれるほどであった。中学3年時スラムダンクに影響され、卓球から弟のジョージが所属するバスケ部へ再び入る。 つまり、本格的に、バスケを始めたのは、この14歳の時である。2000年、弟のジョージと共にスカウトされ、京都府の名門である、洛南高等学校へ、越境入学。同期に、横尾達康がいた。弟のジョージとツインタワーとして活躍し、2002年、高校3年時ウィンターカップ2002初優勝、同年高知国体高校男子の武優勝、2002年ジュニア、 日本代表に選出されている。2003年、弟のジョージとは別の大学である、慶応義塾大学総合政策学部へ進学、慶大バスケ部に所属する。同期に、坂井康史がいる。同年チームを11年ぶりに、関東一部昇格に導き、2004年シーズンは、昇格1年目で慶大を、関東一部優勝と45年ぶりのインパレ優勝の、いわゆる、 二巻に導き、リバウンド王も獲得した。2005年に、リバウンド王を獲得。2006年は、インカレ準優勝、リバウンド王及び、関東賞を獲得。特に2007年大学4年時に、オールジャパンベスト8に貢献し、準々決勝で、弟のジョージのいる、東海大学に敗れたものの自身は、弟のジョージと共に、ベスト5に選出された。 ユニバーシアード代表には、弟のジョージと共に2003年大学1年から、選出。日本代表には2004年大学2年から、ジェリコ・パブリスビッチ HC に抜擢され、2006年世界選手権や2006年、アジア大会のメンバーに選ばれた。2007年には、U、U-24 日本代表として、ユニババンコク大会に出場し、ベスト4入り。2007年、 アイシンシーホースとプロ契約を結び入団。2007から2008のレギュラーシーズンでは、アベグ1.77でブロックショットリーダーとなり、これらの活躍により、弟のジョージと共に JBL 新人王、ベスト5に選出された。2008から2009のレギュラーシーズンで、アベグ1.89で2年連続でブロックショットリーダーとなり、MVP を初受賞。 翌2009から2010年も2年連続で MVP を受賞、ブロックショットをおよびベスト5もルーキーイヤーから3年連続で選出された。日本代表にも引き続き選出され、2007年アジア選手権、2010年アジア選手権に出場した。2010年7月 NBA サマーリーグにミネソタティンバウルブズの一員として参加している。2011年、 さらなる成長を目指してトヨタ自動車アルバルクに移籍。2011から12シーズン、自身初の大怪我を入り脱したが終盤には復帰し、同シーズンでの優勝に貢献した。ただ以降も怪我を多く経験している。2013年の NBL オールスターに選出されている。2014年、愛心や日本代表で共にプレーした、佐古健一が率いる NBL に新たに参入する。 広島ドラゴンフライズへ移籍。この年に、チーム史上初のオールジャパン決勝進出に貢献し、自身もベスト5に選出された。PO 進出にも貢献したが、PO 初戦で、右アキレス腱の断裂により離脱した。妻はかつてトヨタ防食サンシャインラビッツに所属していた、梅本恵理。TB 出演。ありがとうございます。